今日は爆竹のライブへ行きます。でライブまではかなり時間があるので、まあ時間を潰していこうかなって感じなんですけど、とりあえず外出ます。で出ます。ショートでよく流れてくる青霧。4K エグ。ブーツで歩きすぎました。結構かかと削れてきたんで、リペアできる店を探します。秋葉でリピーターになるほどのラーメン屋をまだ行ったことがないんで探索しようと思います。また青霧高校。スーパーサルトめちゃくちゃうまかったです。今日行くライブなんですけど、今日バクチクというバンドのライブで行くんですけど、なんで行くってなったかっていうと、最近ちょっと聞いてて、以前渋谷になんかポスターだか看板だかってなんかデカデカとあって、それで懐かしいなと思って、そこから聞くようになったんですよ。学生時代はバクチクを通ってこなかったというか、あの頃の CD って音の差がすごいんですよ。なんかめちゃくちゃ音ちっちゃかったり音でかかったり、で爆竹は比較的音が小さかったんで、なんか他のアーティストとのギャップがひどくてあんま聞いてなかったんですけど、今 YouTube ミュージックで聞いたらめちゃくちゃいい曲多いんで、このままライブへ行こうって決めました。いつの間にか国際フォーラムへ到着しました。爆竹のグッズ売り場まで行ってみたんですけど、ちょっと撮影が禁止っていうことだったんで何も撮ってません。でグッズもタオルとか、シャツとかキーホルダーとかいろいろ売ってて、あまりにも近づくと購入しそうだったんで一旦離れました。ちょっと今からブーツを直しに行きます。あったあった、ここで靴をまずは直します。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。あ、大丈夫です。ありがとうございます。東京駅はあれ、はい、広すぎますね。あの八重洲もね、迷いますもんね、迷路みたいな。ずっと迷子になってて今やっとよかった、見つかってあ、大丈夫です、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。専用のスマホアプリでチケットの買うになるんですけど、顔写真も登録で全然わからんっていうトラブルに出くわしたんですけど、スタッフの方が丁寧に対応してくれてなんとか行けそうです。はい、というわけで今日は
爆竹のライブへ行ってきました。ライブは完全に初参加で、曲も全然知らなかったんですけど、自分の好きなアーティストのライブって8割9割曲知らんといつも行かないんですけど、今回は多分1割も知らない状態でライブに行って、結果から言うと美しすぎたって感じですね。世界観をめちゃくちゃ大事にしてるバンドだと思って、演出とかもうとにかく、ね、世界観がもうすごいんですよ。ファンタジーみたいな、しかもなんかダークファンタジーみたいな感じの世界観がすごい刺さって、で曲もやっぱりかっこいいし、で MC がねほぼないっていう、今までにないような本当に感じで、家帰ってからちょっと撮ろうと思ってたんですけど、なんか今のこの気持ちのまま喋りたくて、東京駅着いてすぐにカメラを回してるんですけど、自分の今まで行ってたアーティストの中でもすごいこう突出して、なんて言うんだろうな、もう独特、もう本当に独特のバンドだったんで、すげえまた行きたいなって思いました。はい、とりあえず今回は本当に行ってよかったです。やっぱコンサートホールっていう会場っていうのもまた音響もすごいバランスがいい。アリーナとかだと、ね、ちょっと気持ち音割れてるんじゃないかぐらいの感じなんですけど、もうすごい綺麗に聞こえてきて、いや最高でしたね。というわけで今回の動画はここまでで終わりにします。はい、また、爆竹のライブもぜひとも参加したいと思うんで、で、ね、動画を見てくださっている方、ビジュアル系バンドをやっぱご存知の方もね少しはいると思いますんで、もし爆竹のライブ行ったことない人がいたら、ぜひとも、まあ、音源だけでも聞いていただければ、なんか今後もしかしたらねライブ行こうって気になるかもわかんないんですけど、まあ、今回のライブはセトリを概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。というわけで、フォーでした。バイバイ。